フェルナン・ブローデル。フェルナン・ブローデルは、フランスの歴史学者。経済状態や地理的条件が世界史において果たす役割に注目し、20世紀の歴史学に大変革を起こした。20世紀最大の歴史家の一人として数えられる、フェルナン・ブローデルは、1902年、北フッツスムーズ県のバルイコール・ルイコール・デュックの 40km 南方に、 位置する小さな農村デュメバルアンオルノで生まれた、父シャルルイレール・ブローデルは小学校の教師をしていた。ブローデルの生まれた村は、ドイツ国境に近いロレーヌ地方に位置しており、虚弱児と診断されたブローデルは、そこで祖母に預けられ、林作や水車語や家事屋の仕事などを体験し、幼少の時から、不仏戦争やクリミア戦争の体験者の話を聞いて、育った。 1909年、父の転勤に伴い、パリ郊外のメリエルの小学校に入学した。ここで、映画俳優、ジャンギャバンとは、同級生であった。第一次世界大戦における、フランスの愛国的な雰囲気の中で青年期迎え、進学したリスでは、漠然と医者になることを考えていたという。リセボルテール卒業後は、パリのソルボンヌ大学歴史学科に進み、 地理に関心を持った。そこでは、歴史家であり、経済視野であるアンリオゼールなどの講義を受けた。卒業後は、1923年から1926年までは、アルジェリアのコンスタンティーヌ、1926年から1932年までは、アルジェでリセの教団に立ち、地中海世界に強い関心を抱く契機となった。この間、 1925年と1926年には、兵役により、ラインラントを広く旅し、ドイツについて、見聞を深める機会を得た。その後、1932年から1935年には、パリのリセの教師を務めた。この間、1927年には、リセの学館の娘であったポーレット・バリエと結婚したが離婚、その後、 1933年にはアルジェ時代の教え子であったポール・ブラデルと再婚した。1935年から1937年にかけてフランス政府の命令でブラジルのサンパウロ大学で教壇に立ち、1937年からはパリ高等研究実習院の第四部門に勤務することとなり、歴史哲学の研究に携わることとなった。 1929年に歴史学史、社会経済史年報を創刊した歴史学者で修正、ブローデルの精神的な父であったリュシアン・フェーブルとは1937年であった。フェーブルの同僚で年報創刊に携わり、ユダヤ人であったため1944年にナチスによって銃殺されたマルコ・ブロックとの侵攻が始まったのもこの頃であった。 1939年、ルシアン・フェーブルの別荘で、後にフェリッペ二世時代の地中海と地中海時代として、結実することとなる、博士論文を書き始めたが、その年すぐに、第二次世界大戦が勃発し、ブローデルは、砲兵隊中尉として、ライン先生に動員された。1940年6月29日には、ドイツ軍の捕虜となり、 以後戦争の終わる1945年まで収容所で過ごすこととなった。その間、書き続けられた学習用ノートはフェーブルのもとへ送られている。1940年6月から1942年春まではマインツの証拠捕虜収容所に収容されたが、資料のない状態にもかかわらず記憶だけをたどって、博士論文の執筆を継続した。 1941年に諸行を受け取ったとき、フェーブルはとてもいい。実に秀逸で、独創的で力強く、生き生きとしている。書き直すことなんかありません。早く書き終えなさいと答えている。ブローデルは1941年から収容所内の同輩に対して定期的に講義を行い、研究指導もしていたために、 ご予収容所を大学学長に任命されるなど、特別待遇を受けることとなった。マインツ大学図書館の古文書館から、文献資料を自由に借りることができたため、多くのドイツ語資料を少量することができたのである。ブローデルは書校を完成させるとすぐに、第二倉庫に取り掛かった。ブローデルの書き直し方は、一部を手直しするというのでは、なく、章の最初から丸ごと書き直すというものであった。 ブローデルはこの後1942年にリューベックの収容所に移されるが、ここは懲罰目的の収容所であったため、マインツでのような自由や特権はなかった。しかし、手元に資料がない状態でも、自他共に認める像の記憶力によって原稿を書き進めることができた。ブローデルは捕虜として過ごした間、戦争そのもの、あるいは外交や政治の動向は歴史を考える際、 むしろそれほど重要ではないという認識を抱いたものと考えられる。1945年5月初め、リューベックがイギリス軍の手に落ち、ブローデルは解放された。この年の下旬にはオランダ経由でフランスに帰国している。1946年、ブローデルはパリ高等研究院第四部門に復職、また同年にはパリ大学文学部長より、 高等教育教授資格試験の受験生を対象とするラテンアメリカの講義を任されている。千九百四十七年三月には、五年に及ぶ中央所生活で書き上げたフェリッペ二世時代の地中海と地中海時代の公開講述審査を受けている。これはパリ大学文学部に文学博士の学位を請求するための論文であった。千九百四十八年には。 シルシアン・フェーブルの努力によって、経済学及び社会科学を研究する、高等研究院、第6部門が創設された。この時、フェーブルは研究員委員長に昇進し、ブローデルは事務局長の職に任じられている。1949年、ブローデル47歳の時、地中海が刊行され、公開に供された。自費出版であった。 三部構成であるが初版は一冊本になっており、1600ページに達した。当時の印刷事情を反映して、図版や写真は一切なかった。全体史を目指した、この対策は、その後の歴史学に多大な影響を及ぼし、新しい歴史学の先駆けとなった。なお、17年後の1966年には、豊富な図表や地図、グラフ、 総図なども組み込まれ、二冊本の改訂版、地中海が出版された。ここでは、イスラーム世界研究の進展や、新しい資料の出現に基づいて、オスマン帝国に関する記載が大幅に変更されていい。一方、1949年よりコレージュとフランスの教授を務め、1956年に、ルシアン・フェーブルが死去した後は、雑誌。 アナールの編集長及び高等研究員、第六部門の責任者となって、フェーブル後のアナール学派の中心的存在として、数多くの人材を育て、また、歴史学と隣接諸科学の交流に大きな役割を果たすようになった。こうして、アナール学派からは、クロード・レヴィストロースやミシェル・フーコー、ピエール・ブルデューなどの新しい主張や人間諸科学から刺激を受け、 多くの若手歴史家が排出した。1958年には、アナール氏に、論文、長期持続、歴史と社会科学を発表し、歴史家にとって、一切は時間に始まり、時間に終わると唱えて、レヴィストロースの構造主義の無時間性に反駁を加えて、新しい歴史学のリーダーとなった。なお、プローデルの唱える、歴史学における、構造とレヴィストロースら、 構造主義を受ける構造の違いについては1966年の地中海第2班の結論部分でも説明がなされている。1959年にはアナール30年とマルク・ブロック賞賛を表して新しい歴史学の総括を行った。この年、第6部門の学籍が認められて教育担当官長から多額の助成金を得たため、 数多くのポストが新しく設けられた。1962年には、ロックフェラー財団の援助で、歴史学を中心とする、社会科学の総合研究機関、人間科学館が創設されている。また、62年には、アナール氏の編集事務責任者の地位を、マルクフェローに譲っている。1963年には、理性用の教科書、現在の世界を執筆した。ここでは、 歴史には世界の歴史しかないという思想が貫かれており、ヨーロッパ中心の世界観は完全に克服されている。ただし、この教科書が実際の教育現場で用いられることはなく、1960年代以降、学校教育において新しい歴史の授業実践も流行するが、ブローデル自身も後年、歴史の初学者には、 出来事史を中心に教えるべきで、新しい歴史は、理性の最終学年で教授すべきものと語っている。地中海、第二版の刊行された1966年には、イタリアのミラノにおいて、フェリペ二世の父にあたる新生ローマ、帝国皇帝カール五世に関する元気、カール五世を発表した。1967年、後に、 ブローデル二冊目の対策と評される1979年刊行の物質文明、経済、資本主義、15から18世紀の原型となった物質文明と資本主義が刊行された。1969年には、ブローデルは、アナール編集から退き、エマニュエル・ルロア・ラデュリ、ジャックル・ゴフ、マルク・フェローに編集を委ねた。69年には、方法論的政策として、 歴史論を執筆、また、スペイン語をフェリペニセイの伝記を、ミラノで出版している。多くの後継者を育てたブローデルは、1972年、社会科学高等研究員とコレージュドフランスを70歳で退職した。この年は、地中海の英語版が刊行された年でもあった。退職後も執筆活動を継続し、1978年には、地中海の記憶、 1979年には、前景、物質文明、経済、資本主義。1985年には、資本主義の力学を表し、1984年には、アンドレ・シャンソンの後を受けて、アカデミー・フランセーズ会員に選ばれた。1985年11月27日、フランス南東部のサボアの別荘において、最後の対策、フランスの歴史の、 執筆仲間にして死去した。八十三歳であった。歴史学における、ブローデルの貢献の中で重要とされるのが、歴史的時間における重層性の発見である。代表作、地中海では、歴史を、長波、中波、短波の三層構造として把握することを提唱しており、表層には瞬く間に過ぎ去る、歴史、個人及び、出来事史という短波があり、そして、 ゆっくりトリズムを刻む社会の歴史、すなわち、一つの局面、人口動態、国家そして戦争などの中派があり、さらに最も真相において、普遍の、あるいはほとんど動くことのない自然や環境、構造、長期持続などの長派があって、特に最後の長期持続の層を重視する点で、従来の歴史学とは一線をした。ブローデルは、すべては簡慢な歴史、すなわち、 長期持続の歴史の周りを回っていると把握したのである。つまりそれは人類史の内部において歴史を動かす本質的な要因として決定的な要を及ぼしてきた構造的な意し現実的な諸原形の相対であり、緩慢に生成、変化、消滅する諸事実の構造であり、さらには諸要素として持続的に有効に働いてきた真相における印の全体である。ただし、 カルロス・ロハスは長期持続に対し、こうした形式的定義を与えることは比較的たやすいことであるのに対し、実際に現実的に起こった歴史の経緯を分析して、そこに長期持続を見出し、説明していくことは難事業である、と述べている。本来の歴史は、逸話的構成によってしか綴れないと述べた一方で、事件や出来事よりも構造に重きを置いた。 ブローデルの歴史的思考は、フィリップ・アリエス、ピエール・グベル、ジョルジュ・デュビー、ロベール・マンドルー、ピエール・ショーニュ、ジャンド・ドリモー、ジャックル・ゴフ、マルク・フェロー、モーリス・アギュロン、エマニュエル・ル・ロア・ラ・デュリ、ミシェル・ボベルラ、生きた歴史を標榜するアナール学派の歴史家たちに深く、広範な影響を与えた。そこでは、歴史における重要な一主人公としての環境、 社会史、生都市に関わる態度や日常生活の底に流れる、新生や感性の歴史、マクロ的な価値変動や人口動態をはじめとする、数量史、日常生活を支える、異色獣などの物質文明、あるいは、歴史の真相構造の理解など、長期的に持続するものが主として、研究の対象となっている。レジオンドヌール勲章、コマンドゥールを受けている。また、 下記の各大学の名誉教授を授与されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。